花尾伝願は大阪大学基礎工学部出身の花尾と伝願からなる日本の二人組男性 YouTuber。2021年2月までユームに所属していた。文系でも楽しめる理系動画を中心とした動画を投稿している。花尾が大阪大学在学中、後輩から瀬戸博士の動画を紹介されたことをきっかけに2014年11月に YouTube 上に 動画投稿を始め、花落として活動開始。後に、大学のウィンドサーフィン部で知り合った伝丸も出演するようになる。当初は歌ってみた系の動画を投稿していたが徐々に理系企画が増え、2017年6月に投稿した東京大学の学祭で理系風に商品を注文するという動画がヒットしたことでチャンネル登録者数を増やす。 2018年4月2日からユーム所属。同年中にチャンネル登録者数が100万人を超えたことが11月2日に発表された。2020年1月30日にはチャンネル名をそれまでの花尾チャンネルから花尾電話に改めた。同月3日に川出処防審者から初の著書、その悩み、僕らなら数学で解決できます。お上司。 4月2日からは、東海ラジオ、クリエイターズで、初めてラジオに、レギュラーとして出演した。2021年2月、日本赤十字社とコラボして、献血推進動画を公開。花を伝案のオリジナル缶バッジや、クリアファイルが特典として配布された。また同月中に、ユウムを対処していたことを、同年4月に発表。後日する。 アパレルブランドの立ち上げなど YouTube 以外の活動をする際にユームの許諾を強制されることを脱退の理由として挙げており、今後はユームの制約下ではなく自由に活動を行いたいとしている。8月には愛媛県西予市の西予市立野村小学校で地域の情報発信に関して講演会を実施した。1992年8月15日生まれ、 滋賀県出身、大阪大学基礎工学部電子物理科学科卒業、同大学大学院基礎工学研究科修士課程へ、進学後、就職内定を辞退し、YouTuber 専業で活動している。ニコニコ動画で、さがよかでしょうや歌ってみた動画などを見るうちに、インターネットを通じて有名になることに憧れを抱き、高校生の頃からニコニコ動画に動画を投稿していた。 2020年5月1日公開のシネマコンテンツ、再生回数100万回いったらしてあげるで、初めて役者として出演。同年6月にはなお自身のアパレルブランド、エドン、エレンの立ち上げを、ケイヒラ名義で発表した。1993年2月10日生まれ、兵庫県出身、大阪大学基礎工学部電子物理科学科卒業。 同大学大学院基礎工学研究科修士、家庭修了。学位は修士。大学院修士家庭修了後は、大手企業に勤務していたが、2018年に退職し、YouTuber 専業になる。日常で、無願という個人チャンネルも持ち、教育系 YouTuber としても活動している。2020年にはユキリヌの後輩にあたる過去鎮の YouTuber デビューに協力し、 プロデュースした。花尾が2014年に大阪大学に設立した学生サークル。花尾チャンネルで2016年に新入生歓迎動画が投稿され、同チャンネル上に2017年から出演するようになる。2018年4月に独立したチャンネルを開設して活動を開始。YouTube 外では2020年8月に n h k イーテレの 沼にはまって聞いてみたに出演し、遠隔での娯楽を提供した。2018年時点では20人がメンバーとして在籍していた。積文という名を持つように数学や理系を題材とした動画を投稿しているが、文系の学生も所属している。脱退済みの者を含め、主なメンバーに、キム・ヒョジュン、スン、タカタカ、ノー・エリンなど、花おでんがんのサブチャンネル。 2021年8月に発表された1047名を対象としたラインによる調査では、ホロライブ系のビチューバーと並んでは、なおデンガンが男子高校生の支持を集めているとされている。ありがとうございます。